ホラーごはんクリスマススペシャル。クリスマススペシャルということで、竜はトナカイがクリスマスっぽいホラーごはんを作っていきたいと思います。後ろにはご飯を待ちかねているクマたちがいます。それでは早速やっていきましょう。まずはサーモンを使ってカルパッチョを作ります。ただのカルパッチョじゃないよ。サーモンはそぎ切りします。そぐように切っていく、まあよくあるお刺身風に切っていきます。薄めにね。サーモン切り終わったらドレッシングを作ります。お酢とオリーブオイルとわさびと塩を入れて混ぜて、オリジナルわさびドレッシングの完成です。それをサーモンを飾った上にかけていきます。どんな形になるかな。じゃじゃーん。切ったサーモンを前方後円墳の形に並べました。ここに作ったドレッシングをかけます。いい感じに前方後円墳になりましたね。はい、これで一品目完成です。イエーイ。さて、お次はミートローフを作ります。じゃじゃーん。ひき肉に牛乳、パン粉、卵を混ぜてよくこねます。そして30分ほど冷蔵庫で寝かします。おやすみ。そして冷蔵庫で寝かしている間にマッシュポテトとゆで卵を作っておくととてもスムーズになります。熱々だね。これを潰しますよ今から。さて、寝かしたお肉をラップの上に敷いて完成の大きさぐらいに伸ばします。で、その上に卵を乗せました。これをくるくるくるっと巻いていきます。いけましたね。いけました。結構大きくなっちゃう。いけましたね。これで形を整えて、そしたらオーブンで焼いていきます。さあ、3品目を作っていきたいと思います。3品目はラザニアを作ります。まずはソースを作りたいと思うんですが、ソースは2種類あります。トマトソースとホワイトソースですね。まあベシャメルソースと言いますが、その2種類のソースをまず作りましょう。ベシャメルソースはとても焦げやすいので、前にも言いましたが、弱火でじっくりやっていきましょう。ここがポイントです。こんな感じで完成です。次はトマトソース。トマトソースにはもちろんトマトを使います。トマト缶、カットでもホールでもどっちでも大丈夫。トマトソースは、まあ、トマト缶と赤ワインと醤油とコンソメとひき肉を入れています。もういい香りがします。はあ、幸せ。さてさて、ソースが2種類できましたので、じゃじゃーん、ラザニアのシートの登場です。こちらはですね、茹でるのがいらないんですよ。本当は茹でなきゃいけないんですけど、これは茹でなくてそのまま使えるというとっても便利なもの、まあ、結構ね、世の中に便利なものありますので、探せば楽ができますよ。早速重ねていきましょう。イエイエイエイ。ではまずはベシャメルソースを敷きます。
一番下にはバターを塗っておくといいです。上からソースを今乗せています。なるべく均一の厚さにしないといけませんね。そしたら、じゃじゃん。ラザニアのシートを初めて見る人って多いかもね。これはね、まあ小さい方なんですけど、こんな感じでなってます。でこれはね、割って大丈夫なので、型に合わせてやりましょう。パキッ。これで型に合わせてやります。もうちょっとかな。こんな感じになるわけですね。これを繰り返していきます。そして一番上の層にはベシャメルソースをのせて、その上にチーズをのせて焼きます。これでオーブンで焼きます。焼けております。いい香りがしております。ラザニアができました。その上に飾りを刺して、さらに、ね、最初の方に作っていたマッシュポテトで雪だるまさんを作りました。作品名はサンタさんの道です。サンタさんが通る道を表現しております。すべて完成しました。サンタさんの道&雪だるま、前方後円墳、カルパッチョ、トンネル、心霊スポットのトンネルミートローフ、クリスマスにぴったり。いやー、サンタ登場。メリクリー。